始まりましたミュージックライフチャンネル、イエーイ。はい、今回もですね、超速報シリーズということで発表になったばかりの、はい、もうフレッシュなネタをね、はい、鮮度の高い、もう鮮度が高い、はい、もう本当刺身ぐらいの、はい、あの鮮度の高いものをですね、はい、皆さんにお届けするのが、はい、超速報シリーズでございます、はい、そして今回そこに選びましたのが、ビートルズのですね、うん、公式写真集ザ・ビートルズ・ゲットバックでございます。イエーイ。もうこれさ、はい、聞いてくれるせない、はい、もうぜひぜひ、もうね、これ交渉してからね、はい、早2年ですよ。2年ですか。2年前だからね、一大プロジェクトですね。もう本当あのその間ね、はい、映画が公開が伸びちゃったりとかね、あ、まあ、はい、印刷が時間がかかったりとかで本当に時間かかったっていう、まあ、内輪の話をしたらキリがないんですけど、はい、本当にたくさんの人がね、あの待っていてくれた待望の一冊、待望の、あの進行っていうのはビートルズでさ、はい、何冊ぐらい出てると思う？本、何冊ですかね。いや、すごい数あると思いますけど。そうなんだよね。まあ、あのずっと出てるわけじゃないよね、はい、うん、出てはまた新しくなり、はい、出ては新しくなりだけど、はい、想像をつく、いや、つかないですね。どのくらいだろう。100冊とかですかね。あ、実はね、ビートルズの本、この間なんとなく計算したらね、はいはい、約500冊500ですか。新興ミュージックすごいですね。まあ、本当に1960年代からね、うん、ずっとよこう切り口を変え、うん、メンバーを追っかけ、うん、ソロになって、うん、また話題があればっていうんで、本当にビートルズのいろんな魅力をね、新興ミュージック伝えてきましたけど、はい、これはまさにね、本当に決定版、本当に本当に決定版、うん、これがね、なんとインド洋をね、渡って到着したばかりでございます、はい、インド洋ですか。 なんでインド洋なんですか。これはね、やっぱり皆さんに言っとかなきゃいけないのは、はい、この、ザ・ビートルズ・ゲットバック、はい、なんとですね、9カ国語に訳されてる。9カ国語、そう、はい、だから実はあの刷ってるところは、はい、印刷所は1箇所で、はい、言葉だけいろんな言葉に印刷し直して、はい、写真とかはどれも9カ国語全部同じザ・ビートルズ・ゲットバック、うん、あ、それでインド洋を渡ってみたいな。そう、ヨーロッパで刷ったんですよ。冊数も本当数千冊だから、うんうん、船で運ばないといけない、はい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 、でようやくイタリアから船が出て、はい、まあ、航路でいうと何て言うんだろうな、ぐるっと回ってシンガポール経由して日本に着いたわけ、うん、はい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 、中身はですね、はい、実はビートルズのゲットバックセッションっていうのは1969年の1月から約1ヶ月間行われたレコーディングセッションなんですけど、はい、その間に、ビートルズはね、もう一回ライブをやろうっていう相談を4人にしてたわけ、うん、ただこれがなかなかまとまらなくて、はい、あそこでやろう、いやそれは無理だよ、じゃあこっちはそれつまんないでしょう、はいはいはい、そういう繰り返しをどんどんやりながら、うんうんうん、曲も作っていって、なるほど、スタジオも途中で変わったりとか、はいはいはい、もう吸ったもんだしながらレコーディング、その時の4人のね、主にはね、本当にね、リアルな会話、うんうん、全部書き起こされてて、はい、もうファンなら知ってんだけどね、途中でね、ジョージ・ハリスンが嫌になってね、はい、出ていっちゃうの。あ、レコーディングスタジオ。そう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 。だからまたね、ジョンがね、結構辛辣なことを言ってね、はいはい、じゃあジョージがいないなら、バツバツバツを入れればみたいな、ね、あ、実名でね、他のミュージシャンが出てきたりとかね、すごい、結構本当に言ってたんだこんなこと、はい、みたいな真実がね、はい、まさにここに書かれています。あ、文字で起こされてというか、起こされて、これがやっぱり本当の話だったんだということで、ただ最後はね、さすがっていうか、やっぱ音楽の一つなんですよ。それの象徴が、まあ見たことあるかもしれないけど、ルーフトップコンサートといって、アップルビルの屋上で4人でコンサートをやる。これが4人が揃ったビートルズの本当に最後のコンサートなんですね。そこまでのドキュメンタリーが本当にもう未公開写真とか、現場の会話とかでぎっちり一冊にまとまってるんで、今までいろんな人がいろんなことをビートルズに関して言ってるんだけども、これはもうインタビューよりも真実。なるほど。本当に4人が音楽に対する情熱とか、4人の関係性とか、
当時考えていたこととか、言葉で語った本当に映画みたいな、ね、感じで、これはもう本当にビートルズファンは絶対読んでほしいし、まさに決定版、まあ、決定版ですよ。です、ね、でね、これまだシュリンクしてあってさ、はいはい、怖くて開けられない、はいはい、決定版の重みが、重みがあるんですよ、はい、この初回限定特典っていう、そうそうそう、はい、これは皆さんにね、今日お伝えしなきゃいけないんですけど、はい、これ 初版だけですね、はい、限定特典がついてまして、うん、何がついてるかというとですね、はい、ロビーカードが4枚ついてる。ロビーカードですか、聞いたことない。ロビーカード、はい、これ僕もね、なんかうっすら聞いたことがあったんだけど、はい、映画館で、はい、まあ、60年代70年代映画を上映するときに、ロビーに人が待つじゃないですか、うんうん、次の回が始まるので、はい、その時にこの映画にはどんな人が出てるのかなとか、うん、どんなシーンがあるのかなっていう写真をロビーに貼ってたんだ、うん、宣伝のために。予告じゃないですけど、なんかそういうちょっと、そうそうそう、ちょっとしたちょっとイントロみたいな、うん、それが実は1970年にレッド・イット・ビーという映画がね、うん、公開されたんですけど、その時に使われたロビーカードが4枚なんと復刻して、うわ、これはお宝じゃないですか、まさに、本当に。そうなんですよ、もうこれはね、嬉しい、本当に。ブログで、うん、つけることを許可してくれたアップル、うんうんうん、公式ですから、ね、はい、本当にファンがこれ喜ぶと思うので、うんうんうん、初版限定ということで、はい、早くご予約いただくなり、はい、購入いただいた方には、このロビーカード4枚組も聞きますから、はい、内容はもちろんこの付録もね、うん、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思っております。さすがコンシェルジュ、なんか抜け目のない、全部網羅してます。さすが、さすがに嬉しいです。さすがになんですよ、はい、ということで、今回は10月12日に、世界同時発売、公式書籍 The Beatles Get Back 超速報をお伝えしました、はい。